ファミコン全ソフト実況、どうもタブヤンです。今回はブービーキッズ遊んでみたいと思います。1987年日本物産さんのアクションゲームですね。デモ画面見ていただいております。今回のクリア条件こちら、全21面クリアコンティニューあり。勝てるんでしょうか。早速デモ画面もゲームオーバーあるんだねやっていきましょう。タイトル画面にコンティニューあるの心強いよね。さあ B ボタンでこんな感じで穴はねこんな感じで開けます。ロードランナー的な。危ない。あ、これ踏め、あ、自分が落ちた一気やられました。早い、自分も落ちるのね。で A ボタンがなんかボムらしいんですけど、あ、なんか足早いの出た。2回攻撃すればあれか、これで落としてもう一回穴埋めたら敵を倒せるんだ。なるほどね。これはあ、ワープだね。敵を穴に埋めるだけじゃダメなんだね。こうやって2回攻撃ね。 OK、 逃げろ。あ、これワープ先に敵がいるとちょっとね。で、あと目的言うの忘れてました。目的なんですけど、なんか地面に落ちてるアイテムを全部回収するみたいですね。ロードランナーっぽいアクションパズルゲームですね、このゲーム。こういうなんかアンパンみたいなやつを、全部集めます。集めるとあの出口が入れるようになるみたいですね。怖いな。何これ、固まってんの。危ない、近づきすぎだ。あ、やっぱり復活。あー、ちょっとずるくない？なんか鬼瓦みたいなやつ、あれか、敵が出てくる場所なんだ。また最初からかさあ結構やられました。一回ゲームオーバーしてね、またやり直しました。いくつか分かったことありますね。まずそうだね、敵を倒してでアイテムが出てくるみたいなのとか、今なんか敵が遅くなりましたねこれ。あとね、この一回倒したとこはもう一度穴を埋められなくなりましたね。はい、あと自分でも穴に落ちるあとなんだろう、あとここは、あ、何これ、ラーって何、何これこれはわからない。あ、なんかアイテム出た。あ、敵が止まるやつだ。 OK、 結構アイテムあるね。で、あとね、ワープしてる間要注意だね。ワープしてる間あの敵襲ってくるから気をつけないと。さあ来ましたよ、ここまで。よし、全部取りました。ゴールの扉が開きました。やっと一面クリア。長かった。2面目。いやいや、ずるくない、ちょっと。あ、最初透明なの、そういうことか。よし、あ、なんか光ってるから敵出てくるから、これ、あ、なんかツーって出てる。なんなんだろうねこれ。あ、なんかこれ爆弾ないとダメなんじゃない。あの A ボタンで爆弾のはずなんですよね、このゲーム。あぶね、あ、なんか蛇みたいなやつ出てきたね今。あ、近づきすぎた、くそー。浮かおいは禁物だよねこのゲーム。一撃でやられちゃうからね。いやいやいや、始まっていきなりはないでしょ。怖いなー。
光ってる。でここに蛇出てくる。ここをなんか破壊しないと取れないとこがあるよね。なんかねボムって書いてある地面のとこがあると敵多すぎるでしょ。危ない危ない危ない、怖い怖い、逃げろ、一回逃げよう、一回逃げよう、怖いよ。あ、間違った。こっから敵出てきたら嫌だもんね。ツーってなんだこれ。ここはならない。あ、ニョロニョロ、よっしゃ倒した、怖い。ニョロニョロ出てくるから気をつけて。一回倒したとこはもう一回敵倒せないっていうのが。あ、ヘルメット？オッケー。え、どうすんだろう。あ、自分も落ちた。あ、よかった。ヘルメットだから落ちても知らなかった。ハサメハサメ。え？あ、怖い怖い怖い。怖いよ。あ、なんかアイテム出た。あ、なんかこれがね、鏡みたいですね。これ、蹴るとこうやって破壊できる。っていうか、クリアの仕方わかんねえんだけど。あの、左のやつどうやって、取るんだろう。ほら、ここがゴールだよね。さっきのとこ、あ、やばい！あー、死んでもたー！くっそ！あ、ゲームオーバー！コンティニューあるのかな？あるよねー。どうだ？2面目から。え、どうやってここ取るんだろう。全然わかんない。ニョロニョロも倒せんのかな。倒せないのか。爆弾ないと無理なんじゃないのこれ。あ、すり抜ける場所あった。何この隠しボム。はい、ボム手に入れました。何それ、わかんないよそんな。 A ボタンでボム置けます。あれ、よし開いた。こういうことか、わかんねえわなそれ。オッケー、またアンパン集めだな。いやこれ1回のミスが命取りだから緊張感あるよね。あ、そっちそっち、うおお怖い。かまって、危ないよ。ヘルメットオッケー、今のうちだ。無敵だぜ、敵多すぎるぜ。なんか自分の穴にはまりそうで怖いんだよねこれ。あ、これ怖い。無敵ってどこまで、あ、もう切れたね。なんか警告音もなくいきなり切れるから怖いね。オッケー、さあこっからだ。1回は取ってるから。これ穴を開けるタイミングだよな。あ、これもうボンブだね。あー、怖い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 、ちょっとやめて。ここ埋めといて。ボムだよね、ボム。あ、違うのか。ちょっと待って、危ない危ない危ない、危ねえ。あ、違うの、ここか。あ、カービィになった、チャンス開いた。一応謎解きパズル要素だねこれは。破壊しちゃえ。なんかあのニョロニョロ出てきたら一発で死んじゃうから怖いな。ここはボムで破壊すればいいんじゃない。避けるのか。こっち埋めといて、よっしゃ、やりました。一面が長い。二面クリアできました。今度は何、アンパン集めて。怖いよね。あ、ローラースケート、オッケー。足が速くなった、危ねえ。
ないのかい、来ないのかい。よし、あ、そっちから来る。怖い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 、危ない。あー一歩ずつなんか動きが変わるから手ごわいぜ。でこう大方の予想通り、多分このバネに乗ると飛ぶんでしょ。先にこっち回収した方がいい、方がいいよね。ちょい押しし、ちょい押ししたらね、なんか、動かずにこう向いてくれるんだよね。で、押しすぎるとダメだから。さあ、ぐるっと回って、バネ乗るか。まずは、外堀を全部取ればいいんじゃないの？外周を、外周全部取ってから。怖いな、この、こういう、お、広い平地で戦うのは嫌だね、これ。やだよな。あ、これやばい、やだよな。オッケー。残りのアンパンの数とかは書いてないんだね。画面上に書いてほしいよね。これ止めるやつ。あ、動きが遅くなるやつか。よし。さあ、乗るか。乗れー。え、何それ練習用だったのか、あれは。くそ、しまった全然飛距離ないじゃん。これ下に飛ぶのか。飛べー。え、嘘でしょ。どういうこと。なんか A ボタンかなんか押さないといけないのこれ。あ、A ボタンかなんか押さないといけないのかこれ。あ、ちょっと待ってーえ、バネの使い方わからない。3面、危ない。これで、コンティニューにカーソル合わしといてよね、これ。怖いよー。3面目。これ普通に飛ぶと、あ、普通に飛べるな。どういうことだ。斜めも飛べるのかこれ。バネの謎を解かないとクリアできないぞこれ。狭いところにおびき寄せて戦った方がいいよね。斜めに飛んでみる。斜めに飛べない。なんなんだえ、あ、ここか。このバネが以外は偽物だったんだなこれ。そういうことでしょこれ。ここだったらいけるもんね。そういうことか。とりあえず全部回って。よし、逃げろ逃げろ。もうあそこいけると思うじゃんね。これ叩いたら遠。何なんだろうね、これボーナスかなんかあるのかな全部集めるとレッキングクルー的な。さあこれで一周したね。閉じ込めとけ。さあこっから左に飛ぶんじゃないかっていう予想。よし来た。怖いよー。よし。でこっちは陸つなぎで。嘘でしょ。あ、左押しすぎたの。難しすぎるんですけどさあチャンス到来。バネの謎を解かないとこれいけないよね。まずは下のとこか。ダッシュで逃げろ。もう逃げろ逃げろ逃げろ。あー逃げすぎ。危ない。怖い怖い怖い。いやいやいや怖いよ。ジャンプした後の先に敵がいたらやばいもんねこれ。いや敵多すぎるでしょこれ。アイテム取って。いや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 、あいつ
いない間に行け、飛べー。よし、結構穴に落ちてね、やられました。これ全部ね、ここ正確な操作が要求されるよね。怖いよー。で、戻るしかないよね、これ。橋の上は穴開けれないのかな、これ。あ、やっぱり、いやいや、入って、いやいや、怖いよ、めちゃくちゃ怖いんですけど、この人。よし、オッケー。で、どうすんのよ、これ。でも、もうジャンプ台ないから戻れねえじゃんね。意味わかんねえ、このゲーム。ま、これがパズル要素といえばそうなのか。危ない。え、どうすんだ、どうすんだ。全然わかんない。ここ飛んで落ちたもんね。え、できないでしょ。ここに来たらダメっていうこと。そんなことないよね。なんか方法があるんだろう、これ。探せ。いやー、これ危ない。おー、よし、アイテム出したら落ちろ。落ちないのかい。いや、嫌なやつだね。よし、ここ塞いといけ。そこ行かないんだ。どうすんだこれ。謎すぎる。普通にジャンプできる。ジャンプできない。ジャンプの謎が解けないですね。ここ落ちるし。なんなんだこの3名。謎すぎます。こっちのね、あの浮島まではいけるけど、やられた。わかりませんでした。以上、ブービーキッズでした。皆さんは3面目の謎解けましたか。よかったらね、ネタバレコメントお待ちしております。いやー、どうするんだろうね。もしかしたらデモ画面見てたらわかるんじゃないっていう。これ3面目以降だよね。皆さんね、コメントお待ちしております。あと、なんかその敵が出てくるパネルの、パネルをなんか、穴掘り操作すると、なんか、カタカナ出てくるけど、あれ意味あるんでしょうか？知りたいのでね、コメントお待ちしております。もうちょっと待ってたらこれ、ヒント出てくるパターンの。おー！すごいね。刑務所みたいな、なんか監視みたいなやつがいるんじゃない。やられるのかい。もうちょっと見せてくれよ。ブービーキッズ、個人的には楽しいゲームでした。なんかボンバーマンの匂いもするし、ボンバーマンと ロードランナーをね、イメージしたようなね、いいとこ取りのゲームでしたね。あ、何ここは、なんか近未来的な感じですね。スターウォーズみたいな。ただデモ画面はそんなには進んでくれないという。全21面クリア、私には到底無理でした。それではまた次のファミコン全ソフト実況アクションゲームパズルゲームでお会いしましょう。さよなら。